ちょうどいい。これくらいでなければ試しがいがない。すまぬ、綱手姫。熱望しろ。回復する。これが内浜だら、ね、少しの間時間稼ぎを頼む。神の力さらなる気を与えてあげます。はい、養豚妖怪の術。誰もわしの領域には及ばぬ。この程度の術なら吸い取るまでも。皆が憧れる他の姿っても早いな。見せてやらないとね。存分に披露しようぞ。守るためなら俺はいくらでも戦う。皆さん、来客水平者、風影の力を見せよう。守り抜いてみせる。もう少しだ。皆さん、風のばあちゃん大丈夫なのか。額の陰の中途使うとババアになって倒れちまうの。今回はペインの時とは違う。砂漠層を耐えそう。しかもこの程度の傷を治しただけだ。真の恐怖を教えてやろう。チャクラはたっぷりある。それじゃあ俺も回復を頼むってばよ。分身であってもまだ消えるわけにはいかねえ。ここで俺もこの必要はねえ。なんでドリア、邪魔だな。近づけさせましょう。もうお前を守るだけのものじゃない。母ちゃん、今のうちに俺を。危険があると、わしはな、今回この戦争、初めはただ暁を倒すため、逃げられないわ。仕方なく手を組み忍び連合に乗った。甘いわ。がお前たちと共に戦い、前と違う感情を感じ取る。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。踏んでいきな。そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里たちも守り抜く。そして一つとなり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムなんて、もしかしたら変われるかもしれん。逃げられないわ。なると次こそ終わらせる。必ず切りをつける。それがまでの憎しみのままに止める第一歩となる。そしてマダラと同じようにかつて憎しみを生み出してきたわしらには、そうしなければならない。砂漠層を返そう。ここは安心してわしらに任せろ。じゃからあっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める第一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どちらのマダラにも勝つことは、この戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。不審なるとお前に五影からこの言葉を預ける。甘いわ。知れる。真なる恐怖を教えてやる。